和骨の伝説。和骨。やっぱゼルダにした。和骨。たすけさんいらっしゃい。一ゲットありがとう。そらさん3個目さんいらっしゃい。和子です。4個目さんいらっしゃい。なんかね、ずーっと水の中の和子キリタン。宝箱を探して時間が過ぎてて、よくキリタンいらっしゃい。いい加減ストーリーやるわ。ニーアおおむね終わっちゃったあ、よ。そうなんだ。難オしメかっガ、た？シグマ、壁、ドン。壁ドンのりさんいらっしゃい。簡単やった？何個か祠行って、ハートが今4個か難な。しくはなかったよ。面白かった。面白かった？これ今どこ？始まりの大地か。メイチャリのとこ行こうか。行きかき。ラクタさんいらっしゃい。何着替えて。和骨。アンさんいらっしゃい。神獣に関しては各部族の長たちが詳しいようだ。近くなかった。どこですか？和こそ派手中、バブバブ。遠いな。ここに行けっつこと？スイカさんいらっしゃい。じゃあ今始まりの大地いるか、こっ毎研ち修行生来こうか。月から一人で現場を任される。研修生なのに無理ぽ。無理ぽやな。和こです。うたんいらっしゃい。どうするん？頑張るん？それでも。これ馬いないと無理だよね。じゃあ黒連れてくるわ。係子に置いてんだ、黒。え、係や子るどしかこ？ないもん。やるしかない。うん、そうか。しぞ。死ぞ。馬宿。あ、こっちだ。係子。してるソハラ、仕方ない、見てあげよっかな。りがとう。どうしよ眠かったら寝るんだよ。やるしかない どうしよう。どうするん？決断は自分でしないと。う。もう全体の半分くらい進んだ感じ。5%ぐらい。多分。だって今のマップ見た？ 2 箇所しか行ってないんだよ。和骨、ガビュリン終わった。ガドリン終わったよ。とっくに。しくじったら任せたやつ巻き込んだろ。道連れや。ほい。あ、ハートが4つになってる。うん。消費税より進んでるでし安い。ょ？進んでる。和骨ですよ。黒。縛りプレイやめやたんめでますしね。た。ロクちゃんいらっしゃい。のんびり移動するか。じゃあ、係子に来たんだったら、ここ行ってみる？ここ行ってみようか。この大地。どう行けばいいか和子な。です。いらっしゃい。じゃあ、この、こう行こうか。ぐるーっとね。あ、それかこの平野通って行ってもいいのかな。あと、なんか高そう。平野じゃないな。馬は無理か。ソハラ、こんばんは、ち王かのさんいらっし。しゃい、こんばんドは。ラクエの日課やったの。やったやった。去年も終わってる。どう行くか。和子、ロクさんいらっしゃい。
歩いてってもいいか。わこそは。いらっしゃい。歩いていくわ。枠をつで、いや、どこに押して、ね、サーモンさんいらっしゃい。うん、行ってみるけど遠いな。ワクワクするね。どこに行こうってなっちゃうな。一応黒連れていくじゃん。今日はじゃあせめて一人のおさに会おう。真珠のこっちで合ってるよね。あ、そうそう、なんかね、84ついてた。クラリンさんいらっしゃい。ここにね、オカマみたいな人いた。行ってみる。大妖精の泉、防具をね強化してくれる妖精さんがいたよ。妖精ってなったんだけどこいつは妖精なのかってなったけど、見せてあげるね。サブクエストみたいなのやったらね、出会いましたね。で、至る所に同じような仲間がね眠ってるんだって。強化してくれる。そうそう、オカマ。お姉の、そうそう、お姉の妖精ついにゼルダにまでねえ、お姉系かと思ったけど、昔はいなかったのかな。昔からいたのかな、変なキャラっていうのは。これ嫌な人いないのかなって思っちゃった。音量下げておかないとね。エルクさんいらっしゃい。そう、あ、周辺にいる妖精の方が大事。うんうん、もうね、いなくなっちゃった。死にすぎて。また湧くかな、妖精って。テオリーってゲーの隠語だよ。え、そうなの？今の時代をカマのウェルカマですよ。うん、私もああやってこう本当に誠実に、誠実と言っていいのかな、すごく好きです。羨ましいなって思っちゃう。こう自分をあのね、前面に出せて。うん、そうだね。あ、私間違えた。あ、ちょっと変なとこ来て、変なこと来て。おれれれれ、おれれれ、こっちじゃない。あーって迷子や。こっちはないやないか。どっちや。反対方向ですね。特に。ごめんごめん。どこ目指してるの？妖精の森です。妖精の森です。地図の説明書にない。はーい。どこで？男には女の、かなり行き過ぎた。女には男の立場で接するオカマは卑怯や。男の立場。大妖精は。祠の裏やってな。そうです。この先何があるのかなっていうワクワクをね。村の中から。ごめん、クロちゃん。痛いって言われる。ぶつかった。こちら。途中で戻るというジラシプレイ。ジラシプレイ。こっちやった。ぬくもう寝た。ぬくも、うん。とろけてる。暖房で。白いにしとく。うるちゃいね。ここのね、あそこの高いとこに宝箱があった。頑張って探した。大変やったな。金持ちの家の飼い猫に。ごめんごめん。あれあれ、キラキラしてるやつ。あ、
かいた。わこそは。フェアさんいらっしゃい。あれ妖精って。あ、一匹いるね。あ、結構いるいるいる。これジャンプしないとダメ？さっきのは攻撃するとルピー落としてくれるけど。あ、そうなんだ。へえ。じゃあ写真撮らないとね。すぐ逃げるんだよあいつ。3匹いる。よし。捕まえるのか。うん。行くよ。プチューラ、あんたかよく来たね。服を強くしてやろうか。でかい、わら、でか、でか。忍びのね、体だけ変えてるんだけど、あ、こうやって必要素材まだ取ってないってことかな。マダムですね。うん、マダムです。お金貯まったら頭と足買うわ。とりあえず体だけ着てます。あ、寂しいね。こんな感じです。レオンさんいらっしゃい。なんかあったね。私は忍びスーツ愛用。愛用してる？他の泉見つけないとそれ以上強化できない。あ、そういうこと？馬骨。うんうん。素材が必要とかムーハンみたいな。至る所にあるからね。じゃあ、この森を抜けてアラブ平野に行ってみようか。素材は不明なの。まだね、多分取ってないからハテナになってたのかな。うん、収集に便利。こっちでいいかな。あ、ハトポポいた。シネール、シネールじゃないよ。ラネール参道西口。誰かいる？1年ほど前のことだ。私はこの辺りの街道を夜中に歩いてた。ふと光が目に入り、それを空を見てみると、そこには怪しく光る物体が浮いていた。あまりのことに動くことができずにいると、次の瞬間強烈な光に包まれ、気がつくと私はベッドの上にいた。そりゃ UFO だな。うん。どう思う？ UFO かな。どうって。そっか。では最近のことだ。誰かが呼ぶような声がして目を開けると、見知らぬベッドの上にいた。何もない部屋の片隅に目をやると、怪しく光る機械が置いてあった。その機械に触れると何やら懐かしい感じがして、気がつくとここにいた。どう思う？それってそう、君のことだ、ハイリアの英傑さん。にゃこれイーガ軍？にゃお芋子兄弟。もうハイリアの英傑、どこかで君の話だと思った。ガッチの人だ。アイエンジャマンで武器タチにするか。忍者の派閥らしいね。派閥？置いてけ。なんかバナナ、バナナ持ってた。首切り刀。ソハラかっこいい。かっこいい。イーガ団とかの語源かっこいい。びっくりした。これね、私二人目です。イーガ団の好物なんだよ、バナナ。そうなんだ。そんなバナナ好物なんだって。
へー、バナナ落としまくるで。バナナは栄養価高いから、ね、仕方がない。仕方ないね。私まだ2個しかないよ。これだよね、バナナ。バナナはおやつに。うん。話しかけるんだ、なんかあった。はい、リスマコ。はい、リスマカ。バナナはお尻に入りますか。マカ、みんなは入りますか。バナナは入りますよ。入るんだって。すごいバナナが尻に入るフレンズなんだね。入れたくないですよわーい、わーい、すごい。ソハラ、セクハラやめてください。コメ読んでんだけ。それ違う趣味ですよね。すごい、折れちゃう。折れちゃう折れちゃう。バナナ食べれない。ちょっと、久々で操作方法忘れております。可愛く言ってもよろしいです。ちょっと酒の練習せんとね。なんでそんなとこで攻撃してんの、ゴブ。もう。いらっしゃい。馬切らないように気をつけて。うんうん。馬死ぬって聞いて怖いんだ。わー、木も取れた。たまにドロップするんだよ。なんかレア泥みたいな。木も。馬、切ってほしいな。やだ。やだよ。ソハラは。バナナくらいじゃ満足できないよね。燃やしたことあるし、大丈夫。なんでしてんの。肝臓。燃やしたことあるし、大丈夫。馬刺しにしよう。馬刺しにしよう。水色のブチどっかにないかな。わらわら。ジャンプが X だったよね。ちょっとできないとすぐ忘れるから。ソハラはヘチマ使いだぞ。受けるか。お。ルピ飛びすぎや。今好きですか。今好きですか。うん。一回乗馬したことある。体験みたいなやつで。めっちゃ怖かった。すっげー高いの。思ってる以上に高いんだよな。あ、今川に落ちてた。ルピ。落馬した。うん。落馬しなかった。300ルピか。ポニーとかじゃなくて、クラーってバケツ連れて痛いの。アミーボでエポナゲットできました。あ、いいですね。私まだ買えてないです、アミーボ。買わないとな。アミーボぐらいは売ってるかな。アミーボも売り切れてる。ゼルだけ。スイッチはまだ本体がね、売ってないらしい。マジですか。いいこと聞きました。いつもゴリゴリ爆弾で壊してた。持ち上げて。ゼルダ系のアミーボほとんどないです。ほとんどない。落とす感じ。わー、ほんとだ。ありがとうございます。いつも爆弾してた。ゴリルしてた。ああ、じゃあ、ごめんごめん、クロクロ。ごめんごめん。またいる。ちょっと攻撃してきて。はい。すっぽい。攻撃を、ちょうど縦で受けて、あ、こうか。スイッチ2周目の売り上げ6万って出荷少なすぎ品。出し渋ってるってこと？任天堂が？ってことになるのかな？これは、斧系でやって。あ、あれ？10万で販売してる。転売ヤーもいるそうですね。そうなの。それでも買っちゃう人いるのかな。バコ、なんだゼルダハマってるな。耐久度は回復しないよ。壊れちゃう。ゴーストさんいらっしゃい。こちです、いらっしゃい。明日からモンハン出るからあんまできなくなっちゃうな。
子供の誕生日のために金出しちゃう親もいるかも。10万で買うやついないだろ、わらわら。いやー、でも、もう0時来るのにダウンロード終わらないよ。終わらない？アミーボも高いので3万円超えみました。アミーボも転売されてんの？結構すぐ壊れるみたいだけど武器足りなくならんの。調節すればいい。これ何、黒は怖がってんの？さっきのお姉の人に武器の耐久度上げてもらえないの？10万はさすがにだけど5万なら買う人いそうじゃない？武器の耐久度はね、上げれないと思う。防具だけかな。あー、5万ならね。そっか。あ、リンゴ食べる？ソハラ、いろいろやりすぎる。いいよいいよ。転売は嫌い。好きな人はあらんじゃろ。マジか、水だぞ。黒ここで終わり？あ、一応いける。結局セルダって何なんだ？セルダって何なんだ？ゼルダね。ここらどこにあるの？ゼルダ、次いつ買えるかわかんないから1から2万上乗せで買えるならいいかって釣られちゃう人。そっか、案外いいぞ。オメガ、オンマさん泳げる？待てないのかね。オンマさん泳げない。ゼルダって女だっけ？男男。主人公はリンクでゼルダじゃないんでしょ？あ、初めてのゴブリンいる。ゼルダはお姫様だよ。ゼルダは女人、リンクの伝説じゃいけないんです。ゼルダは女でリンクは男。大阪のおばちゃんに立ち壊れそう。初めてのゴブリン、おう、お姫様伝説ってことなんですか？槍って横に避けた方がいいかな。壊れた。リンクの名前をプレイヤーが変更できるから、普遍のゼルダをタイトルにしたんだって。リンクの身だね。モリブリン槍、槍、槍。危ない、死ぬとこやった。焼きリンゴって1個だけ。あ、素材のイケポちゃん、脚音で始まる名前のお姫様ってどうなんすかね。リンクのことゼルダだって勘違いしてない？さっきのスローモーションになるのが何なの？肉なのに。あれはね、ジャスト回避、ダクソと一緒かな。ジャスト回避したらああいう攻撃が出せるみたいな。戻るわ。あ、リンクがイケポチャしてもた。溺れそう。ジャスト回避のスローモーションになって攻撃ちゃう。そうそう。コリュー泳げほ。登ったら。登れる？登れない、ここ。ガーディアンのアミーボ売ってるけど、ガーディアンの素材自力入手可能だから。うんうん。アミーボ買わないと。あー、ガーディアンのアミーボね。上がるとこある。上がるとこね。ダメか。ちょっと奥まで行く。まあ、ハントが減るだけだから、ちょっと一回溺れるわ。溺れた。はあ、溺れてもうた。計画もとおぼらし。うん。なんで呼ぶだよ。なんかロストするの。ね、ハートが減るだけ。ロストはないよ。あ、遠かった。木の矢。トゲボコ弓だって。あえて減るなら人間性が。うん。間違えた。捨てるもの間違えた。ウポツ、こんばんは。こんばんは。すげー、一撃で倒せるようになってる。武器がね、強いからだわ。トゲボコ弓ってどうったかな、写真。
どこ捨てた？これか。つまりドラゴンスレイヤーシリーズ第2弾、ザブルで言うとカルマが増えるということですか？うん、そういうことです。攻撃力40とか50の手に入れるとこうってなるよね。そうだね。モンハン発売日までにゼルダをクリアできなかった。クリアできなかった、無理だよ。すごいボリュームだもん。私もまったりやるよ。ゼルダ1本で相当遊べるね。うん、自撮りしましたか？適当にそういうことと言った説。自撮り？あー、はいはい、自分も映せるもんね。あ、自分でもこうやって撮れるんだ。リザルボを撮ってない。リザルボを登録する。リンクは撮れないの？ポーズってどうやって変えんの？あっ、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 わらわら、あっ、なんやねんこのポーズ。これ何？ここここみたいな。1番マダガスカル1番わら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 。どうせ容量食うんでしょ？12秒でしょ、わら。容量食うじゃん。サタデーナイトフィーバー。何を撮ってんだこれ。あ、盾。護身の盾だけれどもリンクの写真。あ、これでいいですね、差し替えます。装備したままでいいんだ。一度吉田くんの一番を聞きたい。うんうん、聞きたいの？なるほど、ありがとう。トゥース、縦の図鑑が決め顔リンクに。わら。トゥース。ちょっと今日新人のとこ行かないとダメだから。ここでしょ？もう人は壊れてしまう。また変なのいる。ちょっと無視するね。わらわら。怖いのいる。先生しません。僕がこの国の盾だよ。そうだよ。なんか、あ、鹿だ。話せる？敵？食い気味で否定しやがった。敵っぽいな。生ハゲかな。怖い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 。怖い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 。逃げた方が人の持ちに倒れ。うわー。じゃあ、ライネルさん。馬は？馬どうすんのこれ？馬。じゃあ。馬死んじゃう？あ、よかった。びっくりした。何この人？馬怖い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 。彫刻に黒ちゃん。パーン。黒ちゃんよかった。勝てないよこんなの。中ボス。かっこいいポーズで凍らされてた。わら。セーブしとこ。うんうん、セーブ。セーブ。ちょっとこの道ミスったかな。わこ。走り食い。走り食い。このフレンズ攻撃的だな。注意。ボンバーマンでの遅延などない。立て立て立て。クロちゃん。ワワワワワっていうハゲダルマのこと。どう避けようかな。来るの早すぎたとか。あ、本当？分かった。拾った妖精使っちゃった。あ、いけたととととと。序盤で戦った時の絶望。あかん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 。強すぎる。無理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 。ケンタウルス男、綾野子。ちょっと、クロちゃんどうしよう。寝たら被検体にされますよ。寝ないでください。クロちゃんの手逃げる。クロちゃんです。クロちゃんです。わわわわわわわ。